オードナンス QF20 ポンド砲を装備した FV4101 チャリオティア。後期生産型の方は排炎機を装備するオードナンス QF20 ポンド砲はイギリス軍の 84mm 戦車砲である。20ポンド砲の砲弾団1948年に17ポンド砲の後継として正式採用された。マーク1はカウンターウェイト、マーク2は エヴァキュエーターを装着している。英国のセンチュリオンマーク、サンマーク、8と FV4101 チャリオティアに搭載されたほか、スイスの PZ58 戦車の先行製作型にも装備された。方針長は66.7口径で、多摩種はアップクビシ、T アプズ T、榴弾、キャニスター弾が選べる。装甲間鉄力は射距離1000メートルで撃。 各60度の場合、アプクビシティは 210mm、アプズティは 287mm だった。だが、欧州での戦車戦を想定していたため、センチュリオンマーク5を導入したイスラエルでは、遠距離での命中精度が問題視された。また、1954年に登場して各国へ、広まった51口径 105mm ライフル砲、L7 は、本砲の方針口径を、 作肉拡張して開発されている。ありがとうございます。